試合はちょっと硬くてなかなかいい動きできなかったんですけど、まあ、KO で勝ててよかったなと思います。印象は、まあ、僕より身長が高くてリーチがあったんでちょっとやりづらいのかなと思ってたんですけど、まあ、やっぱり試合中も、まあ、背が高くてちょっとやり中に入りづらかったんですけど、まあ、うまく倒せてよかったです。本当に2年間ずっと勝てなくて、周りの人にもいろいろ言われて、まあ、正直僕のメンタルも結構潰れてたんですけど、これから、今年ですね、今年勝ち連勝4連勝 4KO で、勝ってタイトルマッチいけるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。